タクさんだからじゃないですか。そういう感じです。なんだこいつ。もう体力のあれは感じますけど、うん、なんか昔より声が枯れることが多いですよ。なんかいろんな山田勢が頑張っててすごいそれは嬉しかったですし、それが力になったのは間違いないです。うん、山田の手だったり親しい人が勝ち上げてきたら気持ちが強いです。お、親と電話したんだよな。うん、俺ら大丈夫かなみたいな電話したどう大丈夫。なんか一回大家さんのせいでひどいことあったんだけど、大家さんなんか一回なんかで買ってその時に僕素振りめちゃくちゃしましたみたいな言ったんですよ、吉田さん。そしたらあのその時そうタマスの素振りって思いやつあるじゃないですか。あれみんな買わされてみんなあのシャドーブレの時それ持ちながらですよ。えげつない、絶対やってないのに。絶対やってないのに。マジでえげつながら、彼は。なんなんそれ、嘘ついたのか、だから。なんで、なんかカッコつけちゃったんですよ。えげつない。努力してるみたいな。僕、大谷さんとか初めて見たとき、この人やばいんじゃないかと思ったら。そうですね。ファッシュ感じで。でも、大谷さん、マジで打法とかで怒られたこと一回もないですよね。大丈夫です。